んこんにちは。囲碁が大好きなクラスペンギンクーロンがお送りする今回の囲碁旅は、日本囲碁界の総本山、日本棋院東京本院が入る日本棋院会館の囲碁殿堂資料館を紹介します。日本棋院会館は東京都千代田区五眼町市ヶ谷駅近くの坂の途中にあります。会館前の坂は帯坂という名前で、階段番長皿屋敷で旗本青山播磨の腰元お菊が帯を引きずって逃げたという伝説がその名の由来となっています。日本棋院では2004年に創立80周年を記念して囲碁殿堂表彰をスタート。囲碁の普及と発展に貢献した人物を顕彰しています。日本棋院会館の地下にある囲碁殿堂資料館には、殿堂入りした人々の貴重な資料が展示されています。資料館は入場無料ですので、お近くに行かれた際はぜひ見学して行かれたらいかがでしょうか。